こんにちは、ダイスです。今回はポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょう。今回はクリア後できるようになっているタイムアタック初めての馬車切り戦行ってみたいと思います。ストーリー中に遊びに来るとレベル18で馬車切り戦が行われると思うんですが、再戦になるとレベルが70に上がっています。ギミック等は変わってないんですけれども、タイムアタックっていうことで、まあ、RTE みたいな感じで遊ぶこともできますよね。そしてクリアすると経験飴 M がもらえるらしいので、実際に試してみたいと思います。ちなみにクリアの条件で何秒以上だとこの道具みたいな変わるっていうのはね、なさそうなイメージです。バサギリ戦もなんか久しぶりにやるのでちょっと忘れてる感じはあるんですけど、攻略とかねお話ししながらやっていこうと思います。基本的に馬車切りは周りの岩とか真ん中の木に当てることでポケモンとのバトルに持ち込むことができます。タイムアタックはバトルやった方がいいのかがちょっと分かってないんですけど、とりあえずね馬車切り戦だと水タイプとか鋼タイプあたりで抜群が取れるようになっているので、抜群が取れるタイプで行くといいと思います。あと岩も2倍ですね。で、突進攻撃が基本的な攻撃で、岩と木に当ててこの気絶状態でバトルに持ち込みます。その他にも岩の攻撃があるんですが、それは木を利用して回避するのが一番楽だと思うので、今回はそのやり方で進めてみたいと思います。あとでバトルに持ち込まなくても突破できるのかっていうのもやろうと思います。沈め玉当てるチャンスは長押ししなくてもいけますよね。長押しで多分ね3回か2回できるはずなんですよね。下がりながら3回投げて当てて回避、やっぱできますね。まあ、基本的に間違い、やばいちょっとびっくりしちゃった。当ててバトルが多分一番最初のね馬車切り戦にはいいやり方だと思います。ちょっと大剣気が倒れちゃいました。はい、私今回クリア後なので、いろんなポケモン、レベルが高いポケモンと、あとは鋼タイプの技とか岩タイプの技、水タイプの技が入ってるポケモンを連れてきてますが、ストーリー中だと、まあ、水タイプのポケモンが基本的に一番捕まえやすくて、ここのフィールドに多くいるかなと思うので、そういうポケモンを集めてくると楽に突破できるのではないかと思います。一発でしたね。まあ、目標も馬車切りってちょっと大きめなのでやりやすくはあるんですよね。これは危ない危ない、回避距離が全然分からなかった。当てます。はい、でなんか適当に選んできた初めて出すヌメルゴン大丈夫かな翡翠ヌメルゴンちょっと初めて使うんですけど大丈夫でしょうか彼。まあ、アイアンヘッドをハイドロポンプ持ってるのでここでやっていけばいいかな。力技じゃなくて早技だと早めに攻撃のね順番も上がるのでそっちでも良かったんですけど、なんか HP も高めなので今回はね力技で半分ぐらいまで馬車切りを削ってみました。でもね、お話ししながら動画撮っててちゃんと説明できてない部分があると思われます。すいません。よし、じゃあパワージェム行ってみましょう。この時点で3分ちょいですね。早い方だと多分1分2分ぐらいで終わるらしいんですけど、私は下手くそなのでアクションなんでね、こういう風にやってきます。こちら、これがね当たるんですよね、頑張らないと。で、基本的にY ボタン回避でこれを、回避するんですけど、多分1,2,3とかで回避が一番やりやすいんじゃないかと思うんですけど、上手に今できてないですね。タイミングがあればお話ししながらやろうと思います。ほい、
よ。あ、この範囲攻撃もありましたね。よ。ネジギガス。みんな使いたくて、こんな感じで回してます。正面にいた方がやりやすいかな。よし、じゃあ行きましょう。アイアンヘッド、原始の力。アイアンヘッドかな。後半は、今順番変わってましたけど、前半変わらないんで力技で行きます。いいね、急所に当ててる。で、向こうは早技。多分順番が変わってくるかもしれない。変わりましたね。インファイト持ちか。そう、これがね、ノーマルタイプで来ると辛いところですね。ただ、もうこれで削り終わりです。はい、ありがとうございます。では、沈め玉当てていきましょう。はい、終わりです。ということで、まあ、所詮、お話ししながらでこれぐらいなので、上手い人は本当に早いと思います。で、私、下手です。先にね、ご説明していくと、私は下手くそなので、最初、ストーリー中に来た時、回避がね、難しくてできなかったんですけど、ちょっとずつ進めていくうちに回避もね、できるようになりました。今回は5分32秒16。です。経験飴3個っていうのは、タイムが何でもいけるようになっております。あ、ちなみになんですけど、一回戦闘した時に連れて行ったポケモンの瀕死になった子も、タイムアタックだと勝手に回復してくれます。では、もう一回やってみましょう。今度は沈め玉のみでやってみたいと思います。5分半でバトルありで削ったんですけど、沈め玉ありだと、沈め玉のみだとどれくらいのタイムになるのかっていうのも一度やってみたかったので今回は試してみたいなと思います。私の予想だともしかしたら同じぐらいに終わるんじゃないかなと思ってます。回避入れながら当てることをちょっと目標にやっていきますね。自分が当てちゃった、あ、当たっちゃった。結構ね、ギリギリまで粘れるんですよね。えい。これも範囲外からだったら長押しで当たりますもんね。いけるかな。ほい。多分当てながら近くで沈め玉投げつつ後ろに下がって2回か3回投げ回避が一番やりやすいみたいですね。やった感じだと外してるのつらいな。タイムアタックなんだけどな。一応ちょっと当たらない位置まで下がっちゃいましたね。これは下がりすぎ。3、ほい。範囲外ギリギリだったら長押しで当たってますね。ここの私が逃げてるタイミングでもね、当たりはいいんですよ、本当は。怖がりなもので当てられない。お、怒った。あ、逆。前に行っちゃった。これは完全なミスですね。カメラワークが悪いね。ほい。今2分ちょい。うー、はい。あ、当たっちゃった。今当たらないような感じがしてたんで、当たらない手で動いちゃいました。やっちゃいましたね。
やっぱりバトル持ち込むよりもこっちの方が早いですね。私が会議の挙動が多いので多分半分ぐらいまでタイム上げられるのかもしれない。あ、やっちゃった。結構当てやすいですからね、バサギリって。あ、ちなみに、バサギリとの距離が近いと今みたいにあの範囲の攻撃が出るようになってるみたいです。え、最後のやつずるくない？まあ、いっか3分10秒。さっきよりも4分の1ぐらい短縮になってますね。はい、ということでバサギリは結果的にバトルに持ち込まない方が早かったということになりました。3分11。はい、こんな感じで経験飴欲しい時には周回もできますし、今までのバトルのタイムの確認もできます。今やったのが3分11ですね。多分これよりも早い人多くいらっしゃると思うので、コツあればコメントで教えていただきたいと思います。今回初めてやってこんな感じだったので、何回も挑戦して周回していけばもっと早く効率的に経験飴もゲットできるんじゃないかなと思います。で、他にもキング、クイーン戦がストーリー中もねあったと思うんですけど、そちらも挑戦していきたいなと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、See you!